去年のクリスマスの時に自分が幼稚園生だった時のことを思い出して、先生に言われたの、みんなクリスマスだねみたいな、サンタさんにお手紙を書きましょうねみたいな。でサンタさんにお手紙と一緒に何かプレゼントを置いといてあげましょうみたいな、先生に言われて、サンタさんはビールが好きだからお手紙と一緒にビールを置いておくとサンタさんはすごく喜ぶと思うよみたいな。だから俺もちっちゃい時サンタさんにお手紙を書いて、お母さんにビールを買ってきてもらってお手紙と一緒に置いといたわけよっていうのを思い出して、それいいなみたいな、ビール飲めんじゃんみたいな。俺の金ではあるけど息子からもらったビールはもうさぞかしうまかろうと思って息子に提案したの、どうみたいな。サンタさんにさ、お手紙と一緒にビール置いてあげたらって言ったら、うん、パンにするっつって、パパサンタさんはねお仕事中だからお仕事中にビール飲んじゃダメなんだよ、分かってるでしょパパも、とか言われて、お前どこで覚えてきたんだよそんなの、賢くなりやがってと思って。だけどまあ可愛い手紙が出てたから許すんだけどさ。だから去年のクリスマスはね、パン食べてた、蒸しパン。